辻元君。それでは議長のご了承いただきましたので、一般質問を行います。たくさんの方は傍聴を来ていただいてますし、今日からライブ中継ということで、少しはちょっと緊張してるんですけども、頑張ってやりたいと思います。まず一番目として、青少年のための宿泊研修施設建設についてであります。この施設につきましては、従来より建設を要望する声が大変大きく、当局に対してお願いを続けてきたところであります。かなり前になるんですが、県立体育館建設当時も、ボーイスカウトと橋本市の子ども会連絡会の方で、要望を出させていただきました。その時はボーイの方で図面も作っていただきまして、きちっと出させていただいてます。でまた、昨年の7月なんですけれども、市の青少年育成市民会議の方からも要望書を市長の方に出させていただいております。その関係で、従来からぜひとも欲しい施設でありますので、今回改めて質問をいたします。とりわけ、学生および青少年団体で運動公園や県立体育館小施設を利用するときには、特に必要性が大であります。運動公園内に建設をしていただくのが一番理想的なんですけれども、それがダメであれば、例えば橋本市のクリーンセンター跡地や隣にあります隅田寮およびその横にゲートボール場があるんですけれども、こちらや京奈和の自動車道の高架下等が空いておりますので、この周辺でありましたら橋本市運動公園から車で5分足らずの位置にあります。ここに、青少年のための宿泊施設ができれば、大変こう有効に利用できるんではないかなと思われます。また平成27年に開催されます和歌山国体においても、選手の宿泊施設として、運動公園や体育館小施設の利用促進にも貢献するものと考えます。27年ということで、現在も宿泊施設が全然足らないということで、大変市の方も苦労していると思うんですけれども、せめて、協議をされる、青年といいますか、団体さんが利用できれば大変有効ではないかなと、このように思いますので、以下について当局のお考えをお尋ねしたいと思います。青少年のための宿泊研修施設の必要性について、どのように考えておられるのか、お伺いしたい。2点目は、必要性があると考えるならば、建設についてどのように考えておられるのか、お尋ねしたいと思います。続いて2番目ですけれども、これは今、全国的にも問題になっていることでありまして、ずっと連鎖反応的に、事故がありました。小中学生の通学時間帯に、車が飛び込んで、かなりの犠牲者を出しております。それを踏まえての質問であります。小中学校通学路の点検と安全対策についてであります。最近通学途中の児童生徒が尊い命を落としたり大怪我をするといった交通事故が全国で頻繁に発生し、毎日のように放送されています。幸いにも本市では今のところ大きな事故は起こっていませんが、通学路の点検と登下校時の安全対策は急務であります。通学路の総点検を早急に実施し、危険箇所があれば安全対策を施さなければなりません。当局の取り組みについてお尋ねいたします。1、市内全小中学校の通学路点検はなされましたか。2、点検がなされたのであれば危険箇所はあったのでしょうか。3、危険箇所があったのであればどのような対策をお考えなのか。また実際にどのような対策を講じられたのですか。以上、団長からの質問を終わります。6番辻元君の質問項目1、青少年のための宿泊研修施設建設に関する質問に対する答弁を求めます。教育長。
青少年のための宿泊研修施設の建設のお正しですが、現在運動公園や県立橋本体育館での大きな大会などで学生や青少年の団体が安価に宿泊できる施設として、桂木町にある県立紀北青少年の家がたびたび利用されているようです。このことについてはかねてから青少年育成市民会議からも青少年のための宿泊施設建設のご要望をいただいているところで、集団での宿泊は近年体験不足が問題となっている青少年の豊かな体験活動につながるものと考えます。また安価で市内で宿泊することができれば、移動時間も短く、県立橋本体育館や運動公園の施設をより有効に利用していただけると十分に認識しています。しかしながら現在まず優先的に教育環境における整備が必要であり、幼小中学校の耐震対策並びに大規模改修、それに小中一貫教育中学校の適正規模適正配置に向けて取り組んでおり、青少年のための宿泊施設については、宿泊研修施設の県立紀北青少年の家や紀伊味噌等市内の宿泊施設を最大限活用したいと考えていますので、ご理解いただきますようお願いいたします。6番辻元君、再質問ありますか。6番辻元君。ありがとうございます。紀北青少年の家というのは当然あるのが分かっておりまして、県立体育館運動公園を利用する方が紀北へ行けと、県内はできましたけども、紀北へ行けというのはね、ちょっと酷かなと思うんです。実際のところ、青少年の家の方も大変古くなってますし、桂木町ということでありますので、いろんな面でいきましてもちょっと不便ではないかなと。で、今教育長答弁いただいたように、小学校の対象いろんな工事といいますか授業が入っておるんですけども、それを言うてると何にも、ね、青少年のためのことは他のことはほったらかしになるんちゃうかなと思うんです。で、教育長は必要性を認めておられるんであれば、どこにどれぐらいの予算でどれぐらいのものを作ったらいいんかなと、作っていこうかなというね、そういうお考えというか、その計画というか検討していただいたことはあるんかな、その辺ちょっとご答弁いただけますか。教育長。はい、お正しですけれども、教育委員会といたしまして、そういった青少年の宿泊施設についての建設については、具体的に計画立てて予算等々場所等々について検討したことはございません。6番辻元君。はい、だいぶ以前、先ほど壇上でも言いました通り、もう体育館が建設の当時から要望が上がってきとるわけですね。で、なおかつ昨年の7月に、青少年育成市民会の方からも要望書を出させていただいてる、出てきとるということは、市民会っていうのは市内のほとんどの団体が参画しておる、市の一番大きな団体でありますし、市長も顧問でいただいてますし、教育長も顧問になっていただいているという観点からいけますと、かなり大きな要望であると受け止めていただいておるのかどうか、その辺教育長どうですか。はい、教育長。そういう施設ができますと、小学生中学生、多様な活用ができるっていう、そういう認識は確かに持ってございます。必要性、今壇上で答弁させていただきましたように、子どもたちの体験の場多様に用意するっていう意味から言っても、そういった施設の重要性っていうのは認識しております。6番辻元君。はい、ありがとうございます。教育委員会の方はやはり認識はあってでも、
予算が伴うものなんで、なかなかできにくいっていうか、進めにくいと思うんで、これは市長の方にも要望書が出ておるんで、市長部局の方で、考え方をご答弁いただきたいと思います。企画部長。はい、これまで、ご要望はいただいてございます。以前は20年でしたか、確か。いただいておるわけでございますが、企画の方としましても、まちづくりの視点と当然財政面な財政的な面での視点、この2つの面で検討する必要があろうかと思います。この施設につきましては、建設という一つの大きな箱物ということでございます。現状ではもう議員お分かりだと思いますが、うちが今やっていかねばならん事業、これはもうたくさんございます、目白押しでございます。その中で今も25年に向けての実施計画を策定しておるわけでございますが、その中におきましても現在継続しておる事業でさえも、今後、事業の延伸であるとか、また場合によっては見直しも迫られるのではないかと、このように考えております。そのような中から財政面で考えると、到底新しい事業というのは厳しいものがある、今現代の建設というようなお答えは到底できません。以上です。6番辻元君。箱物の建設っていうことなんですけどね、どれぐらいのものをね、どれぐらいの予算で作るかっていう理解できておるんですか。そんなむちゃくちゃなね、ホテル建てるわけじゃないんでしょ、ね、だから子どもたちが寝れるような場所を作るだけやからね、どれぐらいの予算、その辺のことまでご検討いただいたことあるんですか。ただ予算がないからできへんできへんちゅうだけじゃなしにね、どんなものをどれ作ってどれぐらいかかるんかいうことぐらいはね、検討してやね、それで大政治上無理なんでできへんというんであれば、またこれは納得できる話なんですけども、それともう一点、この青少年に関わってのこと、これ時代を担う子どもたちのためにということで、先ほど16番議員もね、そういうスポーツ施設といいますかグラウンドの話もありましたけども、もうちょっとその青少年の育成から時代を担う橋本氏の子どもたちの将来を見越してどないかしたのかという、そういう気持ちはないんでしょうか。違う市場、はい、辻元議員の質問にお答えをいたしたいと思いますが、私はいつも常々思っておるのは、やはりこの地元の青少年の方も当然ながらも、問題は人口が減るから他府県からどんと入ってもらうようにしないと、橋本というもんの力というのはだんだんもう下がってしまうということを私くじすなるほども申し上げとるんです。分かってくれてますか。和歌山県で一番私いつも目標に置いとるのはね、上富田町ですよ。上富田町が人口がなんで増えるか、平均若者が多いのなんでかっていうと、あこが上富田の川の中間にあるんですね、兵隊員が多いんです。知ってますな、みんなそこら知っとるか、堀内君。あそこはね、うちはテニスコート12面あるんでって胸張ってますけども、あこは町ですよ、25面あるんですよ、テニスコートだけで。あの1万7千ほどあるんですかな、あこの町。うちは50ぐらいテニスコートやったらこしらえるのが普通よ。それが12面しかないのに胸張っとんのおかしいな、知れたもんですわ。あこだけですよ人口増えとんのが、みんな寄ってくるんですよ。いつでも夜間ライターあるし、のびのびと青少年の健全育成が和歌山県で一番違いますか、こうな。それにわしら一歩でも近づけたいっていう熱意はあるんです。ところがや、
今校舎の耐震からね、保健福祉センター学校2つほどこしらえたわ、うん、もうこのね倒れんように支えとんのが精一杯よ。まあ言うとほんで私はねやっぱり橋本市のこの紀の川中流域の各都市としては将来これはやっぱりしっかりやらないかんから、まあ辻元議員なんかまだ追ってもらえる時には大体よかったなというようになるんではないかなと私思うんです。ただねやり方手法市でやることは私は考えてないんです。建設業界とか民間でねやってもらうに、まあ、例えばそういう概算の設計は今日は発表してませんが、わしなりに絵描いたんね。あんたからしょっちゅう言われるさかい、ね、2階建ての、まあね、軽量鉄骨でもう畳なしや、ネグルジェっちゅうか、あの、ね、あ何やら寝袋よ、寝袋みんなまで来いってね、そういうようにして邪魔にしてもうてよ、ね、そうしたらまあ再々利用できると思うんです。なそれをさっき言いましたわな、辻元議員は。まあそういうことでございますんで、ただね私調べてみましたらね、あの県立の橋本体育館を利用するのに青年の家が大体年間2万人利用してるんですね。2万人それでね、小中高校生は泊まりが500円、理念料が200円、で朝食ですが400円、夕食は760円。こういう低価格でね、これは県はやっぱり2億から出しとるんでしょ。出しとるからこの価格でいとるわけや。これは市の県電育成のためにな。でこれからするとなかなかね、どないも、まあ、市ではもうなかなかちょっと無理やというねことがやっぱり出てくるわけであります。まあ、絶対孫待つ代できませんちゅうやなしに、まあ、どこかその民間サイドの力のある方でねやっていただけたらということもまあしておるんですけども、問題は私気がかりは君層あるでしょう。君層がもう潰しておったらこれはいっぺんに飛びつくんですけども、復活してますんでやっぱり育てなければならない。このことがやはりこの活性化にやっぱりつながっていくんですね。ただ旅館とかホテルとかのことではないんです。橋本市のね不沈に関わる問題を言うとるんですよ。まあそんなことで時間ないって言おうともとんのやと思いますけど、まあその辺でまあ今後の課題とさせてもらいます。はい、6番辻元君。市長から答弁いただいたんで、ね、なかなか再質問しにくいんですけどね、やっぱりやるべきことやっとかなあかんので、まだまだやらせていただきます。市長言われた通りね、紙飛んだ素晴らしいですよ。それから紙飛んだはね、市長、東日本大震災の時に向こうの子供らを呼んでるんですよ。紙飛んだは紙飛んだ町が資金を出して、そうでしょ、素晴らしい取り組みをしとるんです。それは紙飛んだの子供たちのことを思って将来を見越してそういうことをやっとるんですよ。橋本氏はやっていただいてませんよね、そういうことは。まあ我々も企画はしてないんですけども、それだけ上富田は町を挙げて青少年の権利育成に取り組んどるということを市長は認識をいただいておるんで、はい、今後、まあ、橋本氏もそういうことにねお金をぜひとも使っていただくようにお願いしておきたいと思います。で市長言われた通り、その運動公園っていうのはやっぱりね、橋本氏で唯一なんですわ、客を呼べる。そうでしょ、よそから人を呼べる唯一の施設っていうのは運動公園、県立体育館なんですよ。そしたらやっぱりそういう来られる団体、青少年団体のために近くに宿泊施設を作ってやるというのもね、これも一つの経済効果があるわけでしょ。桂木町の向こうの方で行って向こうでお金落とさんでも、橋本市の近くへ、運動公園の近くへ泊まってもらったら晩ご飯外へ食べに行く人もありますわな。いろんなことでお金使えるんでね、それ経済効果から言うても大変大事なことなんでね、
で市長が言われたそのお金がないんやったらないで方法を考えていってほしいんですわ。市長だけがね、もうちょっと民間でやらせてもらってこんなもん作ったらええやって考えてくれとるのはありがたいんやけども、これは所管がやっぱりきちっとその辺を踏まえて研究せんとダメやと思うんです僕。でそんな中で先ほど言いました通り隅田寮の横、隅田寮および隅田寮の横、ゲートボール場あります。もうほとんど使ってません。ペンペン草生えてます、うん、そこに市長先ほど言われたような軽量鉄骨の2階建てぐらいで簡単なものを作ったら隅田寮も使えるわけですわ。隅田寮も僕再々利用頻度悪いということでね、あの質問もだいぶやらせてもらいましたけども、隅田寮も若干利用者は増えてますけどもまだまだです。であそこには和室が2部屋ありますね。18畳ぐらいと14畳ぐらい、18畳か20畳ぐらいありますね。でそれと風呂もあります。でシャワーも5基ぐらいあるんですよ。そしたら元をかけらんでもあの横に作ったらスタッフとかはその隅田屋に泊まれる、そしてシャワールームもある、これもね一石二鳥といいますかできるんでね。でその辺をやっぱり市の、まあ、国政党に近くなんで今度健康公園もできるということなんでね、それぐらい合わせていったら大変相乗効果も出てくるやろということなんでね、ちょっと前向きにその辺、ご検討をねいただきたいんです。まあ国体もありますし、できるだけ早くこういう施設は作ってやりたいと思いますんで、その辺隅田寮の関係について少し当局のお考えをお聞かせください。市民部長。今議員さんが言われました隅田寮およびそのお二人施設として、設置しております、まあ、ゲートボール場ですけども、まあ、この施設につきましては、広域ごみ処理場移行時に地元中島区、そして中島ごみ対策、ごみ焼却業対策委員会ですか、と、まあ、協議をさせていただきまして、あそこを事務所と、そして車両基地として、10年間、まあ、使用をさせていただくという条件になっております。で、その条件の中に、あの隅田寮と、そしてゲートボール場をそのまま残して、地元の方に、まあ、ご利用、地元の方つか、その市民の方にご利用いただくといった、そういった、まあ、あの覚書を、まあ、交わしておる状況でございます。したがいまして、今、議員さんがおっしゃられてます、そのゲートボール場の目的を、まあ、そういった形での宿泊施設として、まあ、建設していくということになれば、当然、中島区、並びに中島ごみ焼却場建設対策委員会の皆さんとも、再度、協議をさせていただくことには今この場で、お答えというのは、まあ、できないかなというふうに考えています。以上でございます。6番辻元君。ごみ対の問題でね、いろいろそれは思いがけ交わしてると思うんですけども、市の土地を現在有効活用されてない土地を有効活用するにあたってね、何も私は遠慮することないと思うんです。提案していったらね、勝手にする制度は言いませんよ。地元があってね。でもゴミの方も完全に終わっとる中で、隅田寮があって、隅田寮利用促進から含めて、その隣のゲートボール場が全く使ってないんであればね、市として市民のために、ね、有効活用するということについては、何ら問題は僕はないと思うんですよ。もう勝手にすればあきませんけどね。相談したらいいわけですよ。それを提案するかせんかですよ。そうでしょ。提案してあかんって言うんかな、なんで言うかなと思いますけどね、私はね。その言う、これだけのいいものを子どもたちにとっていいものを作っていって、あそこが活性化されたらね、死ぬということじゃないんですか。そういうことはどん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 提案してそっちの方向に持っていくのが当局の役割と違うんですか。どうなんですか。その辺は向こうと話し合いをしていただけるんですか。市民部長。非常に答えにくい、まあ、ご質問ですけども、まあ、私の立場から申し上げられますのは、市としてあそこのゲートボール場は、ゲートボール場ですか、あそこに、まあ、そういった施設を与えていくという方向が
決まればですね、地元の方の方へ、まあ、お願いに行かせていただけるというふうに考えております。以上でございます。6番辻元君。そしたら方向は企画部長が決めてくれるんですか。企画部長。はい、方向につきましては当然協議の場で、正式な協議の場で決めるという形になりますが、この場で、そうしたらば議員さんの考えに沿って、お答えを申し上げるというようなことはちょっとご勘弁いただきたいと思います。6番辻元君。そしたら今までから要望が上がっておったけども掘りっぱなしだったけども、今回こういうことで質問させていただいたら前向きに検討して、その住田寮の話も含めてね、検討していただける、いただけるかどうか。ただここで言いっぱなしで終わるわけでいけませんので、長い間要望どん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 出てきてるやつをね、そのままでいつまでも放っとくちはいけませんので、市長もよく常々言われてるね、橋本市の子どもたちのためにね、いろんなところでお金を使うやん、使うよ、年寄りとお年寄りと子供のためにね、使うお金は惜しめへんと言うてあるんでね、ちょっとその辺、前向きに隅田のことも含めて公開書も含めて周辺で考えていくというお言葉をいただきたいんですが。副市長。この場において、辻元議員がおっしゃるようなその前向きという言葉はちょっと私の方からは今の時点では、申し上げられませんが、まあ、いろんななぜかといいますと先ほど市長からもご答弁させていただきましたように、まあ、市としてのその宿泊施設以前から体育館を利用される方のために金味噌をぜひとも、まあ、継続してもらいたいとかいうようなまあ、ご意見もいただいたり、あと、まあ、その隅田寮に関しましてはその寮長さんが地元の区長さんに、まあ、なっていただいているといいますか、地元との本当に話し合いの末にこれまで決めてきました、まあ、経過もあります。でそれとあと国体の、まあ、宿泊施設につきましては一定、まあ、県の方がその紀北地域の宿泊所施設、まあ、どこにするかということは団体も含めて一定の、まあ、方向を出しつつありますので、まあ、そういったことも全体の中で何が何でも、まあ、早く作らないといけないというような状況にはないと思います。で今日も一般質問の中で、まあ、市の新市の主要施策の、まあ、3つの主要重点事業あるんですけども、まあ、それさえもまだ今保健福祉センターが、まあ、建設中というような段階でもありますので、やはりその何て言いますか、まあ、今後の財政状況の中で優先順位をつけながらまあ、今おっしゃっているようなことも位置づけをしていけるかどうかということを十分に議論をしていきたいと思います。はい、6番辻元君。まあ、お金のできるだけかからない方法でね、考えていっていただいたらありがたいことなんで、優先順位を言われるとね、いろいろ問題も出てくるんです。で要望ね、これ強い要望があってあそこへまあっていう話も僕させてもらうんやけども、そしたらね、国センター跡へ健康公園作りましたよ。これ市民からの要望あったんですか。優先順位とか何かいろいろ言われてますけども、そうでしょ。あれは消火場のね撤去の関係で東京が考えて作ったやつでしょ。了解は地元の方に取ってるけども、そうでしょ。あれは地元から要望上がってきたもんですか。やってないでしょ。そんなね細かいことまで言わないようになってくるんですよ。そうでしょ。要望も上がってきてないものを作っといてね、で今度市民から要望上がってきたやつは作れへんっちゅうのね、それはもうおかしな話でしょ。だからそのね、ここでその作るとはご答弁いただくなくてもいいですよ。そうだけど
結局市長も先ほど言われたようにいろんな方法があるんで、ね、市長の考えておられる方法も含めてね、やっぱり当局としては考えていくと。かなり大きな要望が上がってきとるんでね、これをやっぱり真摯に受け止めてもらわんとやな。で、やっぱり検討して、ね、予算がどんくらいかかるんかちょっと考えていかんと、あまりむちゃむちゃね、2億も3億も、まあ、億も金かかるやったら、私もね、ゆっくり考えてるって話になりますけども、やりようによっては、ね、どれぐらいかかるか、ね、わからんというか、検討せんとわからんのでね、この辺も。それぐらいは簡単に検討できるんちゃうかなと思うんですけどね。市長が言われた通り、民間でお願いするやつお願いする方法も取っていかなあかんし、ただ、ただ単に民間でやってもらいたいというのは意見、腹積もりしとっても、外へ出えへんだら、誰も手を挙げませんわね。そうでしょ。じゃあ、そういうふうな関係も含めて、前向きに取り組んでもらえるかどうかだけ、でいいんちゃいますか。それも答弁できへん、優先順位あるとか言われたら、ね、何も話できへんので。6番辻元君。このままでほっとくっちよりも、やはり研究 していくと、そうでしょ、必要性は、教育委員会は必要性があるって認めとるんやから、これ、そうでしょ、そうしたら市の部局はやっぱり大事なもんやったら、予算は市長部局も取るんだよね、その研究するぐらいは、ね、こういう場所を探したり、どれぐらいの金かかるんやと、どんなもんがいるんやとかね、その研究ぐらいはしていっていただくという答弁ぐらいは。何も問題はないんちゃうんですか。それすら答弁ないちゅうことは全くやる気がないという判断をせなしゃあないでしょ。その答弁すらないんだったら全くやる気がないという判断したらいいんですね。全くやる気がないという答弁いただいてもいいですよ。教育委員会市長、企画おどえ企画、副市長、ただいま あのご質問に対しまして答弁をさせていただきます。まあ、市長が申し上げましたように、その今まあ記憶青年青少年の家の、まあ、状況を見ましても、市でそれをやっていくというのは非常にもう難しいということでございますので、まあ、民間の中で、まあ、やっていただける手法がないかどうかということを今後研究をしていきたいと思います。以上でございます。研究、はい、6番辻元君。何でもかんでもね、市がやって無理やとかね、民間でっていう経営についてやで。そやけど、もうちょっとよ、民間の経営ノウハウを持ってよ、仕入れ要せんの、なんでも。なんかもう言うたら、式にその仕入れできへんから、民間言うけど、ね。ほんでね、そのね、キミソの話出てきたけど、キミソとかルートインと、この施設はやっぱり住み分けしとかんと。同じように考えとったら、今度できへん。そうでしょ。きちっと住み分けして、キミソや、ルートに泊まって、結局高いお金払わなあかんでしょ、子供らが。君そう、一泊1000円ぐらい泊めてくれるんですか。ルートにも1000円ぐらいで子供ら抱っこにさせてくれるんですか。そんなことは無理なんでね、その辺を住み上げきっとしていかんとね。それから、もう市では絶対できへんって言わんと、研究したら、してくれたらええんやでしょ、研究を。値段どれぐらいの費用かかって、どれぐらいの値段でしたら採算取れるとかやな。研究したらええんちゃうん。そうでしょ。もう市長研究するって答弁しよう。理事。もう以前、平成11年でしたか、橋本体育館できた時から、まあ、そういうものできるのだったら、大学の、その、まあ、
クラブのということで長期宿泊も兼ねた、まあ、意見というのがございました。ということで、その当時から、まあ、あったわけでございますけれども、一番のその当時から の課題というんですか、問題はやっぱり安いこと、長期宿泊で安いことと、そしてその1年間通じて、そんだけの客ができるかということが一番の課題でございました。ということで、その後も、まあ、民間の紀の会員は電話だったか分かりませんけれども、まあ、市でやっている君荘も、まあ、経営がうまくいかなかった、それから、まあ、民間についてもかなり畳んでいるという状況の中で、今また新しく、市で行っていくということに対してはかなりハードルが高いんじゃないかというふうに考えてございます。まあ、ルートインが5000円程度の宿泊になってなりましたら、まあ青少年についてはまあ2000円か最大でも2000円か3000円程度になろうかと思います。そういうことになってきましたら、やはり、まあ独自採算性は合わないから、まあ、市の方で補助していくというような形になろうかと思います。そういうことで、現代もまあ日本の中でも、まあ成立しているところもございますので、そういうところを一回研究していきたいということで、これからは進めさせていただきたいなというふうに考えております。6番辻元君。十分今日から時間ありますので検討してください。また9月に質問させていただくかもありませんので、はい、速やかにご検討いただきますようによろしくお願いしておきます。お時間ないので一応1番はこれで終わりだと思います。はい、この際6番辻元君の小中学校通学路の点検と安全対策に関する、質問に、答弁を保留し3時50分まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。6番辻元君の質問に対す、小中学校通学路の点検と安全対策に関する質問に対する答弁を求めます。教育長。小中学校通学路の点検と安全対策についての質問にお答えします。まず市内全小中学校の通学路点検についてですが、平成24年4月23日には京都府において、4月27日には千葉県と愛知県においても、登校中の児童等の列に車が突っ込み死傷者が出る痛ましい事故の発生を受け、平野文部科学大臣から学校の通学路の安全に関する文部科学大臣緊急メッセージが出されるとともに、文部科学省スポーツ青少年局長から学校の通学路の安全確保についての通達を受け、市立小中学校の通学路の安全点検及び危険箇所の調査を行ったところです。次に危険箇所があったかについてのお答え、あったかについてお答えします。危険箇所の調査にあたり、危険箇所として今までに事故が発生したことのある箇所、地域の方から危険ではないか等の連絡をいただいた箇所、子どもがヒヤッとした箇所、学校が危険と判断している箇所等を例として挙げ実施したところです。その結果、今までに事故が発生したことのある箇所が延べ27箇所、学校が危険と判断している箇所が延べ200箇所となっています。しかしながら、小学校と中学校が同じ箇所を指摘していたり、交通安全上危険と判断していたり、防犯上危険と判断していたりするなど、危険箇所の詳細情報について精査する必要があり、現在、中学校区ごとに詳細情報を取りまとめているところです。次に、危険箇所があったのであれば、どのような対策を考えているかについてお答えします。小中学校からの報告を受け、詳細情報を取りまとめた後、危険箇所の状況に応じ、警察、
道路管理者等と協議を行ってまいりたいと考えています。また学校に対しては児童生徒が自らの身を守ることの大切さについての指導も合わせて実施してまいります。6番辻元君、再質問ありますか。はい、6番辻元君。はい、ありがとうございます。この市内全小中学校の通学路点検につきましては、教育長の方からいつご指示を出していただいたんですか。お分かりですか。はい、教育長、24年の5月9日付の文章で各小中学校長宛に調査を依頼してございます。調査の結果の提出につきましては平成24年5月25日に提出していただいてございます。以上です。はい、6番辻元君。はい、ありがとうございます。素早い対応していただいたかなと思います。これ文科省や国交省警察庁の方から5月30日付で各公立学校の通学路点検の指示があったように、新聞で私見たんですが、それよりも早く5月9日付で指示を出していただいたということ、大変こう、速やかな対応ですのでありがたいことだと思います。そんな中で、機嫌箇所が、まあ、延べですけれども事故発生で27、避難学校判断の箇所で200箇所ということなんですが、この中で、まあ、簡単に見落とされておると思うんですけれども、特に、命に関わるというか大変危険だというところはあったのか、 あったのであれば何箇所ぐらい、少なかったら場所も教え願いたいならありがたいと思います。はい、教育長。はい、いろいろな観点から点検していただいてございます。危険箇所として指摘が多かったのは防犯の意識から人通りが大変少ない、そういうところが数多かったように思います。それと特に危険である交通事故があったというようなケースにつきましては、坂道から、大きな道路に出てくる、それが今まで事故があったっていうケースとして挙げられているのが4件ほどございます。あと交通量の多い割に道路が狭いとか、そういうさまざまな指摘があります。細かい点について精査は提出していただいた後まだ日も経ってないんで、今後その辺の精査については学校と詰めていきたい、そういうふうに考えてございます。以上です。はい、6番辻元君。まだ具体的に詳細情報をまとめている段階なだと思うんですけども、これは速やかにまとめてもらうとあれだと思うんですが、すぐに対策を練らないかんというか対応せないかん場所っていうのはないんですかね。はい、教育長。それについてもこれからの精査の段階で優先順位をつけていくというか、特に危ない点については改善の内容あるいは児童生徒への指導も含めて検討していきたいと思います。6番辻元君。そしたら一応危険箇所が出てきたということで、3番の、今後の対策なんですけども、中学校ごとに詳細情報をまとめられるということなんですが、この辺のできるだけ早くまとめをしてもらわんと大変大事な問題なので、まとめは遅れるわ、対策は遅れるわとなったときに、何が起こるか分かりませんので、その辺大体、詳細情報のまとめっていうのはいつ頃になるんでしょうか。はい、教育長。はい、今回の対応につきましては国の方も連携を取ってかなり早急な対応を図れという指示でございます。特に
文部科学省、それから国土交通省、警察庁が連携して対応策として通学路における緊急合同点検等実施要項、それが作成されてございます。この要項に従いまして、今後関係機関、これは学校、地元警察署、それから道路管理者、教育委員会はもちろんですけれども、保護者、地域住民、それから学校安全ボランティアの方の連携もいただきながら、通学路の安全点検および安全対策を講じていくように進めていく予定です。まずステップ1として、8月末までに通学路における緊急合同点検を実施し、実施状況を教育委員会としては県教育委員会に報告することになってございます。その後、県教育委員会はそれを受けて文部科学省へ連絡する。同時に地元警察からは県警察本部へ、そして警察庁へ、それから各道路管理者からは国土交通省へ、それぞれ報告すると、その合同点検の内容を報告することとなってございます。ステップ2として、8月30日までにその合同点検、そして報告終わった後、11月末までに緊急合同点検を受けた対策の実施検討、どういう対策を検討したか、それについて報告することになってございます。以上です。6番辻元君。26番。はい、ありがとうございます。教育委員会の方ではそれなりの対応していただいているので、あとはその危険箇所があれば速やかな対応になってきますと、道路管理者ということで、これはまあ命に関わる危険な場所があれば、建設部になろうかと思うんですけれども、道路の補修とかいろんな道路予算を差し置いてでも、この辺の対策はやっぱり早急にやるべきではないかなと思うんで、その辺の準備というか、建設部の方で心づもりというかあるんでしょうか。建設部長。はい、今のスケジュールでいきますと、国の方へ報告してっていうのは、10月、11月ということになるんですけども、そういったあたりで、本来でしたら、その国の何らかの特例の予算措置、交付金等をいただけるんであれば、実はその辺も念頭において判断したいところですが、危険の程度の度合いによっては、手持ちの修繕費等で充当してでもですね、先行的にやっぱりやっていくような判断を、ある時点で下すべきではないかなというふうにも、そういったところも視野に入れて、今後、教育委員会と連携を密にしてですね、スケジュールを作っていきたいと思います。ただ、できれば国の方の予算措置等もきっと睨んだ上で、最後の判断をしたいなというふうに考えます。6番、辻元君。はい、ありがとうございます。速やか対応をお願いしておきたいなと思います。そして、詳細情報のまとめができましたら、これは議会でもご報告をぜひともいただけたらなと思いますので、その点もよろしくお願いしておきます。終わります。はい、6番辻元君の一般質問を終わりました。